はい、戦国武将紀行、北条氏政討ち照の墓所、これ小田原市の町中にある場所でですね、まあ、来たことある方はすごくよく分かる場所だと思うんですけども、まあ、本当に町中にいきなりあるという場所になってですね、ここに番地が書いてある通り、まあ、本当に境町ですね、近くの商店街、近くになります。真ん中は本当に駅からですね 2,3 分のところにあってですね、こちらの通りなんですが、まあ、史跡として指定されている場所と。でなんでこんな街中でこんなちっちゃいところにあるかというと、まあ、これはもちろん今の城下町をですね整備して現代にいろいろ直してしまってるんで、このような小さくなってるんですけど、ここも立派な寺院の一部でですね、まあ、今ちょっと管理している場所がお寺が違うんですけど、まあ、そちらにも行きましたけど、そちらは供養塔というかです、ね、北条氏の慰霊碑というか、そういうのがある場所になるんですけど、ここはですね、その伝心庵というもともと場所らしいんですけども、要するに小田原北条氏が、まあ、最後ですね氏政と、まあ、氏照の、まあ、切腹ということでですね、まあ、最後を迎えるんですけども、その際氏政公と氏照公はですね、ちょっとここから離れるんですけども、ここに書いてある田村安西邸現南町で自陣、まあ、城下というかお城の南側の方ですね、旧東海道の今安西小道、道路が整備されてですね、そういった石碑があります。そこにそのことが書いてありますけど、その田村邸で、切腹したということになりますよね。だからまあ、お城でですね、まあ、要するに無血開城みたいな形でしたから、まあ、最後は落城というか開城ですよね、まあ、実際には、まあ、それで、自陣するということになったんですけども、まあ、多分まあ、五代のですね、まあ、宇治直公は、まあ、家康公の娘婿ということもあってですね、まあ、一応高野山に追放と、まあ、後に復帰してるんですけども、一応命は助かったということになりますけど、まあ実質の当主であった、まあ、四大当主の氏政公とその弟の、氏照公は許されなかったと、命を絶つということですね。で両人の遺体は当時、この地にあった北条氏の氏寺殿神庵に埋葬されたと、まあ、実際電子庵に埋葬されたということになっているようですよね。で放置されてっていうのはちょっとの間ですけど、その稲葉氏というのは後にですね、大久保氏の後に、この地に入る、まあ、徳川譜代系の大名なんですけども、その時代、まあ、1633年以降にその、まあ、北条氏のですね、まあ、北条約100年間、この小田原を治めてた家ですから、まあ、その最後を迎えたお二人、それの、まあ、追善供養ですよね、のために、まあ、整備し直してですね、まあ、そういう形になってたんですけど、まあ、その後にまたちょっと関東大震災とかあって、まあ、現代ではですね、その後にまたさらに復元したと。ですからこれはもう言うなれば2代目3代目という感じになるんですけども、まあ、その中でもですね、今お見せしますけど、まあ、五輪塔ですとかその墓碑に関してはですね、まあ、当時のものに近いもの、まあ、修復したものも一部ありますけども、それがありますのでちょっと見たいと思いますね。本当に街中なんで、なぜということもよく言われるんですが、まあ、逆に言うと街中というよりも、お寺があった場所に城下町が造成されたと。もともとこの付近全体もですね、城下ですし、広い範囲を小田原城と呼ぶ場合はもうそれこそ酒匂川までっていうわけじゃないですけど、山道川付近までは、まあ、城郭の一部と、城下町も全て取り込んだ、まあ、当時戦国時代でも、まあ、最大級のお城と城下町だったようですよね、城郭、まあ、今お城の天守閣のある場所が全てではないんですけど、まあ、裏山の、まあ、いわゆる古城ですよね、そちらも含めてということですけども、かなり広大な、領地というか広さを有していたということになります。ここもいつ来ても花が絶えないんですよね。今年はこれ初めてなんですけども、まあ、ほとんど小田原に来た時は必ず寄ってますけども、まあ、時間ない時はちょっと手を合わせるだけにしてますけどもね、まあ、これだけの墓碑が残っていると、整備されてちょっと奥の方にも小さい墓碑みたいなのが残ってますけども、まあ、基本的にですね、ちょっとこれだと写真でもいつも紹介してるんですけど、ちょっと分かりにくいんで、図面の方でちょっと見ていきます。正面、今正面見てましたけども、障害石というのは、要するに氏政公氏照公が、この石の上で腹を切ったと、割腹したと言われている
ものになりますね。まあ、あの武田勝頼公なんかもそうですけど、その石が残っていると、あれは慶徳院ですけども、これがそうですよね。でもここもこれは石台のようになってますけども、まあ、お隣というか、まあ、兄弟ですからね、内政子、内輝子は揃って見事な、知人だったということが伝わってますので、こちらの絵でお腹を召されたのではないかと。それの、まあ、伝承ですけどね、伝ですけどね、この形だったかどうかもちょっと何百年も前の話ですから。でちょっと墓碑の方にちょっと注目なんですが、その障害石を中心にですね、ここに特段大きな五輪塔があります。それと真ん中に中小と書いてありますが、一番右のですね大きなものは北条氏政夫人、つまり武田信玄の長女で、まあ、大場院のお城、あのお墓になります。あの大場院はね、あのご存知の方多いと思いますけど、まあ、武田信玄がですね、北条氏政の妻として、まあ、あの甲州からですねこちらの小田原に、まあ、要するにあの1万人の、行列ですよ、大名行列よりすごいかもしれませんけどと言われている、有名な行列を組んでこちらに腰入れした方ですけど、でこのオバリンのお墓がなぜあるかについてはちょっと別に話をしますのでご覧ください。で右側のですねちょっとここと一緒に配置ができるといいな、ちょっと分かんないかな、ちょっと頭だけになりますけど、今お話ししたこの一番大きなものが、まあ、氏政夫人と、で隣が氏政、左が、氏輝と、逆に言うと当主とその弟、これですね、右が氏政公、左が氏輝公の方が小さいんですよね。あのこれ単純に大きさだけの比較だけでは何とも言いませんけど、まあ、このまず3つがあると。でここに説明がある通り、まあ、障害石は今の通りで、他にですねこの傘がかかってる、これですね、こういう墓碑もあるんですよ。で、まあ、これは何かと、まあ、ちょっと方法と解明をということなんで、まあ、おそらくその氏政公と氏輝公の、まあ、供養碑、まあ、墓碑ですけども、こちらがもし墓碑、あのいわゆる五輪塔ですからお墓とするならば、まあ、これがその戒名がここに入ってるんですね。こう右が、氏政公、左が弟の氏輝公と、だから、まあ、まあ供養塔のような、まあ、お墓なんですけど、そういうものがあります。あと前から気になってるあの左奥にあるんですが、ちょっとあれには説明はないんですけども、小さいあの分かりますかね、墓碑が2つぐらい見えますけど、あれもお墓で何か従者兄弟、まあ、関係者には違いないと思うんですかね。北条氏最後を迎えた、北条氏政公、氏輝公および、伝大場院のお墓でした。